hijo mío. これが兵士よ。 感情に任せれば早死に。 同期のみんなはやってやる。 規則に反するものは排除だ。
兄の捕縛作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力はストヘスクにとどまり、事後処理に当たっていた。一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。え、今日は訓練はないはずじゃん。ウォールローゼ内地に巨人の群れが現れたらしい。それが本当なら壁が破られたということになります。私たちだけでは。兵団の主力はストヘスクから戻っていない。まずは現場に近い俺たちで状況を確認しておく必要がある。それともう一つ、妙な貴公子の目撃報告がある。厄介な奴なら早めに駆除しておかねばならん。妙って、あの、貴公子はみんな妙ですけど。詳しいことはまだ何も分かっていない。とにかく行ってみるしかあるまい。巨人が村に、まだ人が残ってるんだ、助けてくれ。このデカいして村の住人を探そう。ここまで連れてくればなんとかなるだろう。村人を見つけたら縁談で知らせろ。このでけえ害虫が。この縁談ヤバいってことだよな。しやがれ。頼んだぞ。討伐する追加。わかったぜ。確認。村人を見つけたな。急いで保護し、目標地点まで連れて行こう。どうもくっついた。駆逐してやる。やった。助かったぜ。ありがとうな。駆逐してやる。どうもくっついた。物資を見つけたのに巨人に囲まれちゃったよ。もちろんやってやる。どうだ。やった。
しは苦戦してるのかよ。駆逐してやる。助かりました。このでっかい怪獣、私も行きますよ。大変だが村人が危ない、早く助けに行くぞ。やってやる。応援団ヤバいってことだよな。どうしろ、駆逐してやる。巨人に追いつかれる。こっちだ。やった。俺が巨人を引きつける。村人はお前たちに任せた。ミケ分隊長がおとりになったの。一人は無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。やってやる。落ちろ、駆逐してやる。よし、十分時間は稼いだ。残りの村人を探すか。やった。はっ、住人は皆助かったみたいです。ありがとうございます。大したお礼はできませんが、これを受け取ってください。落ちろ、やってやる。落ちろ、しやがれ。やべえやつが出やがったか。あっちだ。お前ら無事だったか。はい、なんとか。なに、あれ。まずいよ、17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。あれか、王国にあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。なぜだ、巨人が一斉に走り出した。早い。まさか、あの貴公子の仕業が。このまま撤退しても追いつかれちまうぞ。あの貴公子を駆逐してやる。そうじゃねえか。任せ。
ゃねえ。なんだこいつ、食い尽くしてやる。毛皮のせいで刃が通らねえ。こいつ巨人ってより獣だもんな。もしかして火が苦手だったりしねえかな。倒してやる。獣の巨人はどっか行っちまったみてえだな。何だったんだあいつ。貴公子が何を考えているかなんてわからないよ。あいつは明らかに他の貴公子とは違ったと思うけど。ああ、でけえし毛むくじゃらだし、普通の巨人よりも頭が良さそうだったよな。ただの貴公子じゃないとしたら一体。